神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。さあ今週はうつと一緒にお送りします。よろしくお願いいたします。ねえ、お願いします。という間に7月になりましたけど。そうなんですよ。気づいたら頭もくるくるパーマになって。そうですね、やっぱアフターコロナということでね。よくわかりませんけど、自粛中でパーマにしましたけどもね、はいはいはい、今日もよろしくお願いします。さあそしてルイルイ。はいはい、ルイルイです。お願いします。さあというわけでですね、はい、皆さんご存知の方多いと思うんですけれども、うん、今月1日から全国でプラスチック製レジ袋の有料化が始まりましたよね、はい、確かに今ね、うん、いろんなマイバッグみたいなのが出てて、はい、なんか男性用のとかのちょっとシックなものとか、うん、大きさもなんかこう畳みやすいものとかたくさん出てますよね。あ、も男性が持ってもなんかこうし、まあ、そうそう、あんまり鼻からじゃないやつとか、うん、あ、そうなんですね。いいですよね。僕もね、折りたたんでポケットに入るぐらいになるようなサイズの、さすがだね、持ち歩いてますけれども、いいですね、今日はちょっと忘れてしまいましたが、うん、さあではなぜ今そうした制度が始まったのかと言いますと、うん、その背景にはですね、プラスチックゴミの問題があるからなんですね。はい、そこで今週はですね、うん、この機会に知っておきたい、はい、プラスチックゴミゼロに向けた神奈川県や企業の取り組みをお伝えしていきます。さあ行きましょう。いろんな取り組みありますから、はい、ストローだって今紙とかガラスとかいろんなのもありますし、うん、包装容器もプラスチックじゃないものたくさん出てきましたからね。そうなんです、どん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 進んでるんですけど、うん、こちら皆さん覚えてますかね。はい、神奈川プラゴミゼロ宣言なんですけども、はいはい、はい、こちらですね、これが発表されたのはね、宣言のきっかけとなったニュースがあるんですよ、はいはい、そちらご覧ください。どうぞ。こちらですね、2018年の夏、由比ガ浜にシロナガスクジラの赤ちゃんが打ち上げられ、その胃の中から海の中で誤飲したと思われるプラスチックゴミが発見されるという出来事がありました。これはショッキングだったから覚えてます、はい、そうなんですよね。そこで県ではこれをクジラからのメッセージと受け止め、この年の9月に神奈川プラゴミゼロ宣言を発表し、海洋汚染の解決に向けて廃棄されるプラゴミゼロを目指した取り組みを進めているんです ね、うん、このプラゴミの問題、日本だけじゃなくて世界規模で社会問題ってなってますからね、はい、そうなんです。これからの未来の、ね、ために大事なことなんで、はい、そして今クローズアップされているのが、プラゴミによる海洋汚染なんでございます。あ、海洋汚染ね、うん、はい、今言われてますよね、確かに、はい、その現状について専門家に伺ってきましたので、 VTR ご覧ください。どうぞ。ウッズが取材に訪れたのは、神奈川の良好な環境づくりのために科学技術の観点から環境の監視や調査研究に取り組む神奈川県環境科学センターです。よろしくお願いいたします。いやいやいや、もう早速なんですけども、まあ、海に漂うプラスチックのゴミ、これはやっぱ深刻なんですか。深刻なんです、はい、年間800万トンものプラゴミが海に流れている。そして2050年には魚の重量よりもプラゴミの重量のが多くなると推計されているんです。え、魚の重さよりも多くなるんですか、プラゴミの方が。そうなんです。これ実際でも深刻な問題を抱える海のプラスチックゴミ、中でも特に問題とされるのがマイクロプラスチック。海に流れ込んだプラゴミが波や紫外線の影響などで細かく砕け5ミリ以下になったもの。私たちが調査して海岸の調査の結果なんですけれども、はいはいはい、こういった色付きの綺麗なプラスチックや、まあ、白いプラスチックなど、うんうんうん、いろんなものが海岸に打ち上げられています。へ、これってやっぱり今お魚さんとか食べたりとかってあるんですか、問題が。そうですね、はんはん、お魚さん の消化管の中を裂いてみたら、はい、こういったちっちゃなマイクロプラスチックが入っていたっていう報告もあります。まあ、大きい哺乳類なんかはですね、はいはい、死んじゃったクジラの赤ちゃんからこういったプラスチック、まあ、フィルムですね、はい、が見つかったっていう例もあります。いや、まあ、でもこれ人体の影響っていうのはまだ分かってはないんですか。そうですね、人体の影響ですが、うんうん、今研究の途中です。ただ、まあ、人間の排泄物の中からマイクロプラスチックが見つかったという報告もあります。まだ分かっていないことが多いマイクロプラスチックが及ぼす人体への影響。県では2017年度から相模湾沿岸のマイクロプラスチック汚染の実態を明らかにするための研究に取り組んでいます。相模湾の汚染の状況はこちらの茅ヶ崎市にあるヘッドランドという海岸が最もマイクロプラスチックが多い結果となりました。非常に特徴的な地形を有しております。この結果からマイクロプラスチックが漂着するには地形が影響しているのではないかと考えております。今回のクラウドファンディングの調査では、
県内の主要河川の近隣27地点を調査しました。そうなんです。この分布マップを作るための資金はクラウドファンディングで集めた寄付金。相模湾の実態調査のために一般の17団体が参加した調査費用や道具の購入などに使われ、収集された貴重なデータが海洋のプラゴミ削減対策に役立っていきます。さあ実際にね、これどんな風に取るかっていうのをね、はい、ちょっと体験していきました、うん、これ40センチ四方で縄をくくり、うん、これ砂の、ね、表面からね、これ3センチぐらいのところね、ずっとこうすくい上げるんですよ、こういう風にね、はい、これでここ 4.75 ミリメートルと2ミリメートル重ねたこうふるいでこう砂を落として、そこに残るのがこれマイクロプラスチックなんですよ、うん、今これ見えますよね。あ、はい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 、はい、こういう風にして、そうそう、大変な作業です。いろんなところでやってるんですもんね。はい、ところでこの海のプラゴミはどこから来るのか気になりますよね、はいはい、伺ってきました。日本で唯一の海岸美化専門の公益財団法人として平成3年に設立された公益財団法人神奈川海岸美化財団に行ってきました。私たち神奈川海岸美化財団は、はい、神奈川県の自然海岸の海岸清掃、その海岸清掃の範囲は、はい、こちらの写真にありますように、うんうん、東京湾の入り口の横須賀市の走り水海岸から、はい、静岡県との境の湯河原町の湯河原海岸まで、この全長150キロの自然海岸、こちらの清掃をしています。神奈川県で年間出るこの海のゴミってどれぐらいあるんですか。はい、毎年はい、私たち美化財団が集めているゴミは、うん、約2000トンになります。2000トン、はい、例えば皆さん海岸のゴミっていうと、うん、例えば海岸に遊びに来た人が置いていくゴミ、はい、例えばその花火大会の後、うん、場所取りのシートのそのまま置いてってしまうとか、はいはいはい、あるいはバーベキューに来た人が食べ残した生ゴミですとか、うん、バーベキューの網やコンロをそのまま置いていく、うん、そういったゴミももちろんあるんですけれど、それがメインじゃないんですか。はい、それは全体の約3割なんです。え、そんなもんなんですか。はい、7割はどういうふうに。7割は、はい、川から流れてきて、はい、海に一旦出たものがこう風などで、風や波に海岸に漂着、打ち上げられたゴミ、それが約7割になります。川から結構そういう、あ、まあまあそうですよね。じゃあ街中でちょっとゴミを捨てちゃったのが、それがどんどんってことですか。そうなんです。川のゴミっていう、川から来たゴミっていうのは、はい、本当は街から出たゴミ、うんうんうん、でその街のゴミっていうのは人が捨てたゴミという形になりますね。海のゴミは街からやってくる、つまり海を汚しているのはあなたなのかもしれません。いや、綺麗な海はいいですよね。こうやってね、掃除してくれてるからなんですよね。毎日されてるんですか、掃除は。そうですね、毎日のように、はい、1年中やってるんですか。だからこうやって綺麗に保たれてるんですね。そうですね。これで実際今こうやって今何ですか、熊手みたいなのでやってるんですか。これでやるんですか、はい、仕事は。そうですね、はい、大きいものとかそういうふうな、ちょっと機械で取れないようなところに関しては、はい、手でやらさせてもらいながら、細かいところのゴミまでちょっと態度が行き届くように。あれで大きいのをこうかき集めていって、そういうふうに取れないやつをこう奥まで。そうですね、そういうふうな形になりますね。これ実際にやっぱゴミの増える季節とかっていうのは今時期とか多くなるんですか。そうですね、これからの時期ですね、やっぱり7月、はい、8月になってきますと、やっぱり人の方も出てまいりますんで、うんうん、やっぱそういうふうなところでは多くなってきます。で、やっぱ目立つゴミってありますか、こういうの目立つとか。そうですね、夏の時期になってくるとやっぱり、はい、お客さんに関してはペットボトル、瓶、缶等ですよね、はあ、食べたものに関してのそういうふうな散乱物のゴミがやっぱ多少なりとも多くなってきますね。やっぱそうなんですね。暑い日も寒い日も海岸の環境を守る皆さん、頭が下がる思いです。海岸のゴミは社会全体の問題です。一人一人がマナーを守り、ほんのちょっとの心がけが綺麗な海を守ります。さあ、これ見てください、田崎さん。これが実際に相模湾から採取されたマイクロプラスチックでございます。はいはい、ね、小さいから、ちょっとね、ちっちゃいからね、見にくいんですけどもね。魚が飲み込んで、もしかしたらそれをまた人間が食べて、はい、うん、体に蓄積されているかもしれない。そうなんですよね。まあ、その人体的な被害っていうのはまだ、うん、まあ、研究している途中なんでわからないんですけども、はい、まあ、こう一旦海に出たこのマイクロプラスチックっていうのはもう、うん、
自然に戻らないので、いやしかもこんだけちっちゃくなって飛び散ってしまったものを回収するって本当に大変ですもんね。そうなんですよね。いやでも私正直本当に日本でその海とかでポイポイゴミを捨てる人ってそんなにいないんじゃないかなと思ってたんですけど、実際は街中で捨てたられたゴミが側溝とかから流れていってどんどん川、ね、海ってね、まあ、僕らに何ができるかっていうことなんですけど、神奈川県ではこんな動画を作成しました。ご覧ください。みんなで県の公式動画チャンネルかなちゃん TV で公開している動画は、プラゴミが海に流れ込む海洋汚染の仕組みや現状、プラゴミ削減のために僕たちができることを描き、由比ヶ浜に打ち上げられたクジラからのメッセージとして、神奈川プラゴミゼロ宣言の取り組みを伝えています。県の担当者にお話を伺いました。プラゴミゼロ宣言というのは一体どういった内容の宣言なんですかね。はい、神奈川プラゴミゼロ宣言は2030年までのできるだけ早期にリサイクルされない廃棄されるプラスチックごみゼロを目指す取り組みになります。おー、ゼロですか。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs の取り組みの一つになっています。でも実際その神奈川県でプラスチックのゴミって多いんですか？そんなに出てるんですか？法の整備やですね、はい、リサイクルリデュースの促進などによって、かなり、資源化また減量化は進んできているんですけれども、まだまだ焼却されるプラスチックゴミやポイ捨てされるゴミは多いと考えられています。そういったものが海の汚染の原因の一つになっています。いや、なるほどね。でも実際どういった取り組みをされてるんですかね。神奈川プラゴミゼロ宣言では3つの取り組みの柱で進めていきます。3つ、はいはい、1つ目が、マイバッグの促進や、使い捨てプラスチック容器の削減などによるワンウェイプラの削減。あ、大事ですね、はい、2つ目がペットボトルの3分別の徹底、それと、再生プラスチック製品の利用推進によるプラゴミの再生利用の推進です。あ、なるほど。で2つ、そして3つ目は、はい、3つ目がですね、海や河川での清掃活動の拡大、また、不法投棄の取り締まり強化などによるクリーン活動の拡大等になります。この3つの柱でこれからプラゴミゼロを目指していくと。そうですね。さらにこの神奈川プラゴミゼロ宣言を実現するため、今年3月神奈川ペットボトルモデル事業推進コンソーシアムを発足。飲料メーカーや廃棄物処理業者などと連携し、ペットボトルからペットボトルへと繰り返し再生されるボトルトゥーボトルのモデル事業を神奈川県から発信することを目指します。はい、そこで参加する企業の一つ、日本コカ・コーラの関連企業、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンさんにお話を伺ってきました。コカ・コーラの場合は、コカ・コーラシステムとしましては、容器の2030年ビジョンというのを打ち立てておりまして、その中に3つの柱があります。で、1つが、設計、1つが、回収で、もう1つが、パートナーという、この3本の柱からなっています。で、その中で、例えば今回我々が出しましたそのイロハスの 100% リサイクルペットボトルに関しては、この設計のところですね、要するに商品を設計する段階から、どうやってプラスチックの使用を少なくするかと、ペットボトルをうまく回収できるかっていう多様な取り組みをしておりまして、そういった取り組みの成果として今回出てきたのがこの 100% リサイクルペットボトル、いわゆるそのボトルトゥーボトルという取り組みになります。やっぱり飲み終わったと、これはゴミではなくて、また使ったらまた資源として利用できるんだっていう思いを持って、また回収ボックスにこう入れてもらうっていう、そこがやっぱり重要になってくるかと思います。容器の2030年ビジョンというのを我々出してるんですが、2030年までにですね、ペットボトルからまたペットボトルを作るっていう、この割合をだいたい 90% まで高めたいというふうに考えています。今現在は20% ぐらいなんですが、それを今後ですね、10年かけて 90% まで上げていきたいというふうに思っています。
それぞれの企業もね、いろいろ考えてちゃんと再利用できるようにね、取り組んでるんですね。だからゼロってなかなか難しいですけどね、まあ、僕ら頑張らないといけないですよね。ペットボトルからペットボトルってすごいですよね。すごいですよね。何になるか分かってれば分別しようという意識高まるような気がしますね。さあ、そしてですね、このプラゴミゼロ宣言の動画で制作していた、はい、クジラの作品をお借りしました。いやー、これすごいですよ。すごい大きさですね。これ大きいですね。迫力が、これ本当に大きいんですけど、畳6畳分の大きさがあるということで、はい、ケンスケ高橋さんによるザ・モーメントという作品なんですね。はい、利便性のみを追求してきた社会をこのままじゃいけないと気づき、行動を起こそうとしている様子を表現しています。で、左からこの右に向かってですね、過去、現在、未来を描いているということですね。まあ、こっちにしていくのもね、綺麗な海と、あとこっちは本当なんかあのキャップとかマジックとか、そう、あの小さいのがマイクロプラスチックですよね。いろんなものが、ね、出たゴミを貼り付けて作ってるんで。そうなんですよ。この過去のところに貼り付けてあるプラゴミ、うん、はい、これはですね、県内のビーチクリーン活動などで回収されたものということですね。じゃあこのもう真っ黒い海からこの綺麗な海にしていくのはもう私たち次第だよっていうメッセージが込められているんですね。いやね、綺麗にしたいですよね。したいですよね、こういうの見るとね。さあ、ではですね、この問題のプラゴミが日本で1年間にどれくらい出ているかということなんですけれども、はい、ウッズフリップよろしく。こちらでございます。ドン、はい、891万トンもすごいですよね。そうなんですよ、すごい量ですね。これちなみになんですけれども、はい、プラゴミの中で一番多い容器や包装類、うん、このゴミなんですけど、日本人1人当たりの廃棄量が年間32キロ。この数字ね、アメリカに次いで2番目に多いそうです。世界で2番目なの。そうなんです。多いですよね。知らないうちに捨ててしまっているということなんですけれども、そしてこの分別されているプラゴミのうち、うん、はい、84% は有効利用されているんですが、うんうんうん、単純焼却とか埋め立てなどですね、利用されていないのが 16% あるということなんですね。はい、じゃあ分別されていたとしても 16% は有効利用されてないということは、分別されなかった、うん、またゴミというのもまたたくさんあるっていうわけですもんね。そうなんですよね。まあ、もちろん、まあ、個人の取り組みでも大事ですけども、うんうんうん、それを後押しするように小売店でもね、いろんな取り組みが始まってました。取材してきました。 VTR ご覧ください。ありましたね、こちらですよ。こちら見てくださいね。これ店頭で回収したペットボトル 100% 使用した、これまたペットボトル、お茶がありますね。これすごいですね。リサイクルです 100%。そう、伺ったのはイトーヨーカドー横浜別所店。全国に店舗を構えるセブン&アイホールディングスでは、今年2月からプライベートブランドセブンプレミアムの一部でペットボトルのリサイクル素材を使用した商品の販売を始めました。見てください皆さん、まあ、これ分かりますよね。次はね、ペットボトルがどうやらこう洋服になるらしいんですよね。ですよね。ちょっと詳しいことを聞いてみましょうか。すいません、店長さん。はい、いらっしゃいませ。どうもどうも、こちらお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、このコーナー、はい、これどうしてこういうコーナー作られたんですか。そうですね、はい、これから環境配慮した商品だとか、はい、あとリサイクル循環型の商品、これをやはりお客様も求めてらっしゃいますし、私たち企業としても非常に役に立たなければいけないと思いもありながら、チャンスがある商品だと思いまして、こういったコーナーを作らせていただきました。いや、すごいですね。まさかこう洋服になるとまでは思ってなかったんですけど、はい、こういう、こうリサイクルペットボトルの取り組みというのはやられてたんですか、昔から。そうですね、まずこの肌着に関しては今年から始めさせていただいたんですけども、リサイクル、お客様から使用済みのペットボトルを回収させていただいてリサイクルするというのが2012年度ぐらいからグループの方で開始させていただきました。あ、店頭で回収もされてるんですか。はい、もちろんやっております。じゃあちょっとそこを見せてもらっていいですか。はい、でこちらへどうぞ。行きましょう行きましょう行きましょう。どういう機械なんだろう。商品開発に先駆け、セブン&アイではリサイクルプロジェクトを開始。全国のイトーヨーカドーなどの店舗で使用済みペットボトルの回収を行っています。いや、便利ですね。うちちょっとやっぱりゴミ箱とかもちっちゃいのですぐ溜まっちゃうので、もう近くにあるとすごい便利です。これもそのまま入れればいいということですか。そうですね、キャップ取っていただいて、はい、中をきれいな状態にしていただいて入れていただくという形になります。わかりました。じゃあ入れます。はい、おいしょ。おー、いった、すごい。あ、いった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 。これやっぱ水入ってるといかない。そうですね。本当ですか。ちょっとやってみますね。あ、本当だ。
弾かれました。これやっぱどうしてこれ弾かれるんですかね。やはりリサイクルするにあたって、はい、やっぱり綺麗な状態で、裁断しますので、やはり異物だとか汚れたりすると、今後のリサイクルに、できなくなってしまうので、弾かれてしまいます。いやすごい、ここまで進んでるとはちょっと知らなかったです、はい、実際。でもグループでどれぐらい年間こう回収されるとか分かるんですかね。そうですね、2019年度ですと、はい、3億6500万本相当お客様のご協力をいただいて回収化することができました。いやでもこれも長くやってきたから、皆さんが住んでる人が地域の人が認知してるからこそできるっていうこともあるんですよね。おっしゃる通りで、お客様のご協力なくしてはできないことで、はい、やはりきれいに持ってきていただいてるお客様がほとんど、多くいらっしゃいますので。これ実際これからもっと目標ありますか、こういうことしていきたいっていう。そうですね、まあ、グループで今、はい、グリーンチャレンジ2050っていうのをやってまして、うん、2030年までに、まあ、そのリサイクルだとか資源再生利用した商品を、まあ、開発商品で 30% まで、高めていこうと。で2050年にはそれを 100% まで、高めていければいいかなと考えております。はい、こうしてね、回収されたペットボトルがプライベートブランド商品に生まれ変わって販売されているっていいですよね。さあ続いては、回収されたペットボトルがどのように再資源化されるのか、はい、川崎市にある川崎ペットボトルリサイクル工場でリサイクルの流れを特別に見させていただきました。こちらは使用済みのペットボトルを当工場の原料として荷卸しを行うヤードとなっております。自治体さんが収集されたボトルであったり、あるいは駅の自販機の隣にあるボックスから回収されたものであったり、あるいはスーパーさんの店頭で回収されたものであったり、1日に多い時は60トン70トンほどの入荷がございます。はい、年間でこちらでリサイクルしていてどれぐらいの規模なんですか。約1万5000トンほどの処理を行っております。あの1万5000トンをですね、500cc のペットボトルに換算いたしますと約2億6000万本に相当いたします。まあ、それだけの本数に該当するペットボトルの処理を行っているということになります。ね、これなかなか見ることができないので貴重ですよね。はい、いろいろなところから集められたペットボトルが最先端の技術でまたペットボトルに生まれ変わっていく。すごいですよね。でもすごい量ですから、はい、あのやっぱり自分たちでできることはきちんとしなきゃいけないなって改めてこの映像を見ると思いますよね。いや細かい作業してくれてますからね。こうしてフレーク状になったペットボトルはプラスチック製品の原材料として再利用されますが、酸分別がされていないことや飲み残しがあると品質の悪いフレークになってしまい、リサイクルされにくくなってしまうんです。当工場では、洗浄過程でアルカリを使いましてアルカリ洗浄を行っております。アルカリ洗浄を行うことによりまして、仕上がったフレークの正常度、白色度が非常に高いものになります。あの最近ペットボトルのリサイクルの分野ではまた再びボトルとして再利用するという、B2B という動きが非常に活性化してきておりまして、再びボトルとして使っていただける品質のフレークをしっかり作り上げるということにこれからも注力していきたいと考えております。あんなに色まで変わってきちゃうんですね。そうですよね、いろんなところに技術が、ね、進んでますけども、はい、まあ、イトヨーカ堂ではあのペットボトルは潰さないで持ってきてくださいということなんですけど、はい、まあ、お住まいの、ね、市町村で、まあ、いろいろ潰して持っていくところもあるんで、ちょっとそれは調べてみてください。さあそしてこちらですね、ご覧ください、はい、こちらが、ね、100% 再生剤を使ったボトルトゥーボトルのイトヨーカ堂の緑茶でございます。はいはい、これですよね。そしてこれ飲み終わった後にねやらなきゃいけないこと、はい、はい、そちらをねちょっと今からやりたいと思いますね。3分別ですね。3分別です皆さんね、まあやってるとは思うんですけどね、うんうん、ちょっとやってみましょうかね、はい、はい、まずこれね分別しますね、はい、まずこれ蓋を取りますね、はい、蓋を取ります。で、そして1つ目、そしてこちらですね、このラベルを剥がします。老眼が進むとこういうことになるんでね、はい、頑張って。でも面倒くさいけどやりましょうね。こういう風にやっていくとね、うん、あっという間に取れますんでね、はい、そしてこれ分けますね、はい、じゃあこれはペットボトルゴミとして捨ててもらって、あとこちらですね、これはプラスチック包装、プラスチック容器包装としてゴミに捨ててもらうと、うん、ね、そしてリングはねこれ外さないで大丈夫なのでね、こういうふうにまあ細かいですけどね、これやるとねみんな本当にこれから自然を守るためには大事なことなんでね、やっていきましょう。いや、うん、正直ねこれはやってる、やってますよね、やってるけど、はい、ゴミ箱でよくさあの、うん、ペットボトルとしか書いてないゴミ箱あるじゃない。ありますあります、あります。あの時はやんなくていいの、うん、
でも僕はやってます、はい、いや実はねこれ聞いたこと、はい、伺ったんですけど、ちゃんと3分別にして捨ててもらえると、うんうん、その後回収した時にリサイクルとてもしやすいのでぜひやってくださいと。意地悪見ました。意地悪知ってるくせに。ぜひ やるって言ったら偉いと思った。やってますよ。嘘じゃないですよ。意地悪だったら最後に。これプラスチックがね、はい、悪いわけではなくて、そう本当にね私たちの生活に欠かせないものですから。持ち運びもできるし、ね、保存もできるんで大事です、うん、プラスチックはね。使う僕らがどうやって使うか、これが大事なんで皆さん。そう私たち の、はい、行動によって変わってきますから、ぜひね、うん、汚い海から綺麗な海になるようにしっかりと一人一人ができることから始めていきましょう。